ザアルフィーは1973年に結成、1974年8月25日にデビューした日本のロックバンド。ユニバーサルミュージック内の社内レーベルであるバージン、ミュージック所属。事務所はプロジェクト3。元は三宅康夫、桜井健、坂崎康二、高橋史郎によるコンフィデンスというグループだったが、メンバーの入れ替わりを経て、 桜井健と都立隅田川高校に在学していた坂崎孝之介、明治学院高校のまた別のバンドにいた高見沢敏彦、コンフィデンスのオリジナルメンバーだった三宅康夫の4人でデビュー。1975年、三宅が脱退し3人になり、現在に至るアイドルフォークバンドアルフィーとしてデビュー。レコード会社からの脱退を経て、1979年に、 自作の曲でアルフィーとして再デビュー。元来はフォークグループだったが、アルバムダウト以降、ロックの要素を取り入れ、シングル別れの立動からバンド名をアルフィーと表記変更し、ロックバンドとして活動を始める。その後、ヘビーメタルやプログレッシブロック、パンクロックあるいはダンスミュージックなどの要素も取り入れて活動を展開。アルバム 無限の果てにのインタビューで、高見沢は、レゲエだけはどうしても理解できないと話している。1983年のメリーアンのヒット以降、30年以上にわたり、ザ・アルフィー名義において、すべてのシングルをチャートインさせるなど、コンスタントなセールスを維持している。1986年、シングル、SWEAT&TEARS のジャケットから、グループ表記を、アルフィーから、 ザ・アルフィーに変更。コンフィデンス、アルフィー、アルフィー定換詞座の追加というバンド名変遷の理由は特になかった。2014年3月18日付でこれまでの功績が称えられ、明治学院大学で初の名誉学士称号が授与された。高見沢はやっとプロフィールから中退を外せる。これからは ザ・アルフィーと名前を変えて頑張りますと喜びを語った。公式サイトのプロフィールに準拠。ルーツとされるのは1960から70年代の、要、邦楽ロックフォークソングであるが、時にはシンセサイザーの多様やギター奏法など、その時々の音楽、ハードロックやヘビメタル、プログレッシブロック、ニューミュージック等も取り入れている。 メンバー3人が均等にリードボーカルを取り、曲ごとにリードボーカルを変えるスイッチボーカルもできる。高見沢は全員がスイッチボーカルできるのはキャンディーズとザ・アルフィーくらいと語っている。桜井にベースを高見沢にスリーフィンガーの奏法を教えたのは坂崎である。ザ・アルフィー時代よびメンバー各ののに異業種とのコラボレーションもこなす。 ジャンポール・ゴロチエとの共同企画によるコンサートや、エルメスによるアルバム、オーブのジャケットのアートワーク制作等、アパレル業種とのコラボレーションや、レーシングドライバーの野田秀樹や、1997、1998年のルマン24時間レースに日産自動車から参戦した星野和義へのパーソナルスポンサー等を務めている。野田秀樹には応援か。 ワイルドバーンを書き下ろしている。明治学院高校在学中に桜井の美声に目をつけた同級生が誘ってフォークグループコンフィデンスを結成、サイモンガーファンクル等のコピーをしていた。バンド名の由来は S&G のブックエンドの歌詞にコンフィデンスとあることから、同時期に高見沢は別のクラスでロックバンドを結成し、レッドチェッペリン、 ディープパープル等をコピー演奏していた。コンフィデンスが出場したアマチュアフォークコンテストにて、坂崎と出会う。坂崎は別のグループを結成して活動するが、その後、坂崎のグループが解散したのを機に、坂崎はコンフィデンスの一員としてその後のコンテストに飛び入り、参加して出場。小室等に注目され、デビューのきっかけをつかむ。桜井、坂崎、高見沢、 三宅の4人は明治学院大学に進学した。ロックバンドを解散していた高見沢を坂崎が引き入れ4人体制となった。大学は坂崎は1年で学費未納により除籍処分。桜井と高見沢は中退のため卒業はしていなかったが、前述の通り2014年3月、明治学院大学よりミュージシャンとしての功績を評価され、同大学初となる。 名誉学士の学位が授与された。3人は名誉卒業生として明治、学院大学学位授与、卒業式へ出席し40年越しの卒業を達成した。当初は全員が作詞、作曲していたが、1979年の再デビュー以降はほぼすべて高見沢が作っている。コンフィデンスの名は、デビューに際して、株式会社オリジナルコンフィデンス。 および同社発行の音楽業界史と混同の恐れがあるとして赤坂にある TBS 会館の下にある店の名前とドレミファソラシドのシドの両方の意味でシドという名前で動き出したそれがいつの間にかアルフィーに変わっていたといういずれも所属事務所の田辺エージェンシーによる決定であり坂崎は着せ替え人形のようなものだったと語っているデビュー当初は 喋りが達者な坂崎をリーダーとしていた。ビクター音楽産業からロマン派、アルフィーのキャッチフレーズのもとにアイドルフォークバンドとしてシングル、夏しぐれでデビューする。デビューは1974年8月25日で銀座の山の楽器でイベントを行っている。しかし、このデビュー曲はヒットには至らず続く青春の記憶も同様であった。1975年に 三宅康夫が脱退し三人体制となった直後の三枚目のシングル、不注取り物控えが発売日直前に会社の意向で一方的に発売中止となったのを機に、ビクターとの契約を解除する。その後、レコード会社の所属のない時代が続き、事務所の先輩である、ケンナオコ、ユキサオリ、カマヤツヒロシ、ホ等のバックバンドを務めながら、 ライブハウスで活動を続けた。ステージでは、なんとか観客をつかもうと、コミカルな演出や MC を行うと、自身を印象付けようと努力を重ねるが、その一方で、このままでいいのだろうかというジレンマに悩みながらの試行錯誤が続いた。その間、メンバーの3人は、オリジナル視曲作成に取り組み始めた。中でも、王の雅美からの助言を受けた高見沢が、楽曲の質、 両共に一番勝っていた。2019年の春ツアーのパンフレットの付録のトーク CD ではバックバントとして多くの先輩アーティストにお世話になり、中でも釜谷津とケンのツアーではアルフィのコーナーを設けていただいたことを明かしている。ライブハウス時代の楽曲で再デビュー後にレコード化された曲、タイトルが変更された曲もある。 また現在でも CD 化されていない曲もある。ラブレターや星空のディスタンスは当時はギターインストゥルメンタルとして演奏されていた。2015年春ツアーのパンフレットの特典のトーク CD ではライブハウス時代に東京という楽曲があったことを明かしている。1979年にアルフィーと解消してキャニオンレコードからシングルラブレターで再デビューする。 アルフィのリーダーは1974年のデビューから坂崎が務めていた。フォークグループとして高見沢も長年アルフィではエレキギターを弾かないことにこだわっていたが、1980年に出されたサードアルバムサンシュ週トのプロデューサー井上明の提案で、落日の風の感想でエレキのソロを入れる。またその頃、雑誌のインタビューで、 アルフィーの曲は室内向けだよねと言われたことに高見沢が反発。翌年の夏に野外イベントを開催することになる。また1982年リリースの5枚目のアルバムダウトからロック系のアレンジで発表する曲を増やし、さらにリーダーを高見沢に交代し、ロックグループとしての色彩を強くする。なお、ブレーク前には久光製薬の CM ソングの ニューサロンパスの歌やポンキッキの文字探しの歌、ご挨拶の歌等を担当したこともあった。NHKFM の各地方ごとに制作されていたローカル番組 FM リクエストアワーに各地方局ごと積極的にキャンペーンで訪れゲストで出演。当番組のリクエストランキングにだけトップに位置する現象が多々あった。中でも NHK 前橋放送局の TP。 リクエストアワーで専用のジングルを制作。番組内で何度も使用される。1982年夏に所沢航空記念公園で行われた初の野外イベントロックンロールファイティングナイトではサポートメンバーを加えドラムスキーボードを含むいわゆるロックバンド編成で演奏を行った。この年の暮れに発売されたシングル別れの立道以降、 再デビュー時から用いていたアルフィーのロゴマークを変更しアルフィーとした。この年よりサポートメンバーを加えて演奏されるのが通常のスタイルとなった。ロック編成初期の頃からドラムスがツーバスでアレンジされている曲もあった。ロックバンドとしてのイメージ作りとして、 高見沢がマーシャルのギターアンプにこだわり、1983年初の日本武道館公演でセットとしてマーシャルのスピーカーを積み上げたり、変形ギターを多用してテレビ出演するなどの演出がされた。1983年、コンサート動員力はあったもののヒット曲がない状況で8月24日に初の日本武道館公演を行う。それに続く形で、 アルバム収録曲の予定であったがシングルで6月にリリースしていたメリーアンがヒットし同年の第34回 NHK 紅白歌合戦にも出演することとなった。これに続いて翌年には星空のディスタンス、スターシップ光を求めてなどのヒット曲が続きザ・ベストテンなどの音楽番組の常連ともなった。またこの頃より歌番組以外の いわゆるバラエティ番組への出演も増加した。メリーアン以降のシングル CD が54作連続でオリコンのランキングトップ10に入り続けている。毎年1月下旬頃に行われる大阪国際女子マラソンのイメージソングを1987年の第6回大会における夢を急げ以来2018年の勇気倫理まで担当した。1994年 20周年を記念して、ポニーキャニオン内に、独自レーベル、サイトを立ち上げる。また、同年9月より、毎月20日を、ザ・アルフィーの人名打ち、数ヶ月間シングル、またはアルバムを定期的に発売した。1996年のアルバム、ラブや1998年のアルバム、ヌーベルバーグでは、ストリングスアレンジが多用され、シンフォニックロック、 ネオクラシカルメタルのジャンルにも分類される。1997年に東芝 e m i に移籍した。2001年のシングルジュリエット、アルバムグリーントビートではブリティッシュロック、パンクロックのサウンドを取り入れた。春、秋のライブツアー、夏のイベントライブを中心に活動中。2000年以降はシングルは年に1枚。オリジナルアルバムは3から5年に1枚。 その他新録音のベストアルバムやアニバーサリーイヤー企画のリリースをしている。ライブ DVD は毎年発売され、2008年8月からは EMI Music Japan からではなく、プライベートレーベルのアルフレッドからになっている。2015年2月21日よりドキュメンタリー映画ザルフィ4 0ォーティースアニバーサリーフィルムザラストジェネシス40年の奇跡と奇跡が公開され、 前日の2月20日には、東京、シネマメディアージュにて、メンバーの舞台挨拶と先行上映が行われた。2016年12月21日、メンバー3人が歓暦を迎えて、以降に、コンサートのアンコールで、ミリタリージャケットを身につけて披露していた、ザ・カンレキーズとしてデビューし、アルバム、GS Meets The c a を発売。グループサウンズを敬愛し、 最年長新人バンドとされている。同アルバムは翌2017年のレコード大賞企画賞を受賞した。2018年12月24日の日本武道館公演で大阪国際女子マラソンのイメージソングを1987年から31年間担当してきた記録に関して同一国際スポーツ大会のテレビ放送における 同一アーティストによる最多テーマソング数がギネスワールドレコーズに認められ認定証を授与された。2020年10月4日より新型コロナウイルスの影響によりライブを開催できないこともあり、カモン、アルフィー、ーライブチャット生トークの配信を2021年2月28日まで全12回の予定で開始した。2021年4月15日より、 カモン、アルフィ、ー、シーズン2春の夢の続き、毎回 SP だ。の配信を2021年7月18日まで、全10回の予定。ザ・アルフィーは1982年夏頃より、コンサートツアーにタイトルを付け、毎年全国を回って、コンサートツアーを行っている。基本的に春と秋の2回ツアーが行われ、春、ツアーと秋ツアーで、ステージセットやツアーの基本となる。 セットリストが変わる。また、2011年より秋ツアー終盤の日本、武道館、大阪城ホールでのアリーナ公演を、ファイナルシリーズと名打ち構成を一新、大ホール向けの照明演出を用いた、演出、特別グッズの販売等が行われる。そのため、アリーナツアーは、冬のイベント的な要素がある。2016年は春ツアーを、春フェス、夏のイベントを、 夏フェス、秋ツアーを、秋フェス、年末のアリーナ公演を、冬、フェスと題して行い、2017年以降も、春夏秋冬に即したツアー名が付けられている。セットリストのチェンジも多く、2日間公演などでは、大幅に変える場合もある。最も多い年では、年間113公演をこなし、2019年現在でも、年間で、約60公演を行うなど、 ライブを中心に活動を続けている。演奏のほかコーラスパートも担当し、ステージでは最大5世のコーラスを聴くことができる。サポート体制がツインドラム、ツインキーボードの体制の時期あり、アイザーと山石イシュは共にスクランブルというバンドで活動していた。杉山は1991年の高見沢のソロツアーにも参加。ツアーだけではなく、 レコーディングでも多くの楽曲に関わっている。1990年代の一時期には、ライブ活動時に限りザ・アルフィーの名をバンド扱いとし、コンサートのビデオソフト等では、ザ・アルフィーの生メンバー3人とほぼ同格に、サポートミュージシャン名も列挙するなどしていたが短期間で終わり、それ以降は明確に区別されている。全31公演中21公演は、実は、 春の夢の続きの同会場公演へ、振り替の扱いとなり、10公演、2公演は中止の扱いとなった前、公演払い戻しに変更された彼らは、夏の風物詩として、野外で大規模なコンサートを行ってきた。数回の例外はあるが、例年屋根のない場所で行われ、原則として、同じ場所での公演は控えてきた。しかし晩年は、場所探しの難航から、これらの原則は、 守ることが徐々に困難となっていた。2007年にはそれまで25年間連続して行ってきた夏のイベントを一時休止、2009年8月8日、9日に開催された横浜パーフェクトバーンをもって長年続けてきた夏の野外イベントは終了した。その後屋内会場ではあるが、埼玉スーパーアリーナで3公演、横浜アリーナで3公演、 幕張メッセ国際展示場で1公演が開催されている。1998年にはニューヨーク、1999年にはベルリンと企画あるいはイベントのオファーにより海外においてコンサートを行っている。2000年から2001年の年明け、2004年から2005年の年明けまで現時点では通算2度のカウントダウンイベントを行っている。 アルフィーとして出場 NHK、FM、ザ・アルフィー終わらない夢討論では3人がレギュラー出演の番組のみを指す。1981年ディスコ調に乗せてビートルズの曲のサビ部分をメドレーでつなぐショッキングビートルズ、スターズオン45などのアーティストのメドレーものの世界的流行を受け吉田拓郎のオールナイト日本の番組企画で 吉田拓郎のメドレー曲をアルフィーが制作。これが思わぬ反響を呼び、アルフィーの名を伏せ、覆面バンドビートボーイズ名で、スターズオン23吉田拓郎として、レコード発売。ビートボーイズとは、ビートルズとビーチボーイズから由来する。歌っているのは誰か、得意図を出したが、ほとんどのハガキがアルフィーとの答えだった。この正解発表時に正体を伏せたままと名乗った。 吉田拓郎のオールナイト日本に覆面を被り乱入した。そのレコードは本人たちの意に反して、アルフィー本体の過去最高レコード売上枚数を超えて売れた。その後 BE、T-BOYS は1988年に趣向を変え、ダンスグループとして活動を開始した。この際も、アルフィーとは全く違うとして、本名を用いず、桜井をリーダーとし、アルバム、 シングルをそれぞれリリースし、アルフィーのコンサート活動を縮小して、こちらのコンサートツアーや野外ライブ、ゴーゴー名古屋だがね、も行われた。また、アルフィーに敵外心を持っている設定をしており、楽器を持っての演奏はしなかった。現に、夜のヒットスタジオデラックスに出演した時は、僕たちは、アルフィーは嫌いだと発言し正体を隠した。 同番組で一度だけアルフィーと共演を果たしている。また、歌のトップ10に出演した際には、アルフィーとの違いを以下のように説明している。ライブ活動は1989年以来行っていなかったが、1996年の冬の日本武道館、1998年の立川での夏のイベント前夜祭り、2004年のアルフィー秋、ツアー内でゲスト出演、2006年、 2007年の秋ツアーにも同行した。2007年の武道館公演では新曲を披露した。2009年、2014年の武道館公演でも登場し、数曲演奏した。CD シングルのリリースとしては突発的に行われていたが、ザ・アルフィーの東芝 EMI 遺跡以降は発売されていない。1988年以降は作詞に、 松井五郎や麻生恵子、アレンジャーに、竹部里コーラスに、鈴木康弘、等など、外部の音楽家を起用。さらに、Go, Go, B.E., T.Boys に収録された、レッツブレイクダンスでは、小室哲也がアレンジを担当。当時、B.E., T.Boys と t m ネットワークが共演した、ラジオ番組、日立ファン、ファン、トゥデイで高見沢が、 小室くんから戻ってきたら違う曲になっていたと発言。これに対し、小室が出来上がった曲を聞いたら違う曲になっていましたと冗談半分に発言していた。高見沢は、赤シアさんま、猿岩石、柏原芳恵、小泉京子、後藤久美子、瀬能あずさ、トンネルズ、新田恵理、マリコ、薬師丸ひろこスカート、鈴木彩子等、多くのアイドル歌手やタレントたちに、 それぞれ楽曲を提供している。他にも、古立一郎の芝居、トーキングブルースの音楽監督を務めたり、ドラえもんの劇場版や、フィギュア17翼ヒカル等への楽曲提供、ドラマでの音楽監督、近畿キ,キッズ司会の番組、同元兄弟に出演したり、また坂崎は2002年に期間限定で再結成した。 ザ・フォーク・クルセダーズに参加したり、フォークソングのイベントなどでの司会を務めたりなどと、バンド以外での活動も多く、アイドルやフォーク歌手との交流がある。田辺エージェンシーでは、所属歌手に、歌手活動以外に、バラエティ番組への出演をさせる方針が取られていた。ザ・アルフィーも例に漏れず、アルフィー時代の1984年に、TBS 系列で、アルフィーのある日突然、 という単発ドラマが放送されている。この番組は、ザベスト 10& ある日突然、コンプリートエディション2000というタイトルで DVD 化されており、現在でも入手可能である。現在は、田辺エージェンシー所属ではなく、そこから独立した事務所、プロジェクト3に所属しているが、その頃からの流れは続き、グループあるいは単独でテレビラジオのバラエティ番組に、 数多く出演している。過去のシングルアルバム等の判検は、田辺エージェンシーの系列の田辺音楽出版が生じをしており、現在でも各種クレジットには、田辺明智の名が記載されているように、田辺エージェンシーとは密接な関係である。芸能人ではかつては、トンネルズとの交流は深かった。トンネルズの皆さんのおかげですで行った卓球対決が人気となり、 日本武道館での最終決戦も行われた。その功績が評価され、1992年には日本卓球協会から名誉初段を送られている。また、トンネルズの生でダラダラ行かせて、では、高見沢が二度にわたってスペインでの闘牛に参加している。2018年3月30日公開のバレリアン戦の惑星の救世主では、3人組の情報や、 同ンダギーズ役で三人揃って声優を務めた。ありがとうございます。